いける、はい、いける、いける、行きましょう、左行きます、フォア上に行きます、はいはい、はい、まず出ちます、はい、こい、いけ、こい、こい、こい、やれ、えぇー、やっちまえ、やっちまえ、やっちまえ、いけ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 、疲れ、疲れ、ちょ、遅ない、待って、ちょ、おる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 、パン、どうも、皆さん、こんにちは、キヨキヨです、そしてコウチャンネルのコウチャンネルステーロ、お願いします、はい、ということでですね、カットでーす。はい、で、今日なんですけれども、はい、なんかね、最近ね、10秒デッキがめっちゃ流行ってるみたいな話を聞くのよ。はいはいはい。まあ、確かにマルチでもちょくまく当たる。当たってなんかさ、前負けてなかった。そう。言いたいんだけど、はい、さ、はい、ゴレってさ、はい、まあ、ゴレダクネっていう形強いじゃん。はいはいはい、はい。で、捨てて、うん、そう、ジグニコスト一気に持っていくわけよ。確かに確かに。そうすると手札に残るのはゼロコス。はいはい、はい。はい、そこで授業で聞きました。はい。で、負けて。ロケットボーン。え、しかもそれ生放送中にやった。生放送中にやったから、そのリアクションが、なんか反応面白くて、話題になってたね。結構あれ良かったんじゃないかなと思いましたけどね。いや、僕はね、やっぱ YouTuber としてはさ、うわ、美味しい生放送してるなーとか勝手に思って。いや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 。で、今日なんですけども。実は美味しかった。なんかその、結構強いって言われる10秒デッキがありますが、はい、いやいや、ちょ待てと。協力バトルだったらね、はい、この、スケラフリーズ10秒デッキ。おお。前ね、ラットさんとね、この家に引っ越す前の家でやってたね。ったことがあるんですよ。それこそ1年前。だよね。うん。1年前とかにやったんですけど、これ、10秒デッキも強いけど、これも、あ、負けてないよと。2v2 だったらこっちの方が強いまでだ。これワンチャンプロ、ないですかこのデッキ。ないし。全員ウッド持ってる。そっかそっかそっか。全員ウッドポイズ持ってる。ということで、このデッキで、あー、クールコマと言ったら、勝てるんじゃないかせずやって、早い。やっぱ俺仕事早いから。仕事早いね。そう。もうその言ってる間に困るだろうなっていうことを先を見越して、ポンポンポン。なるほどね。よろしくお願いいたします。いきます。なるほど。で、コーチャンネルが今さ、ちょっとトロフィー高いじゃん。結構上位だね。だから相手が強い敵が来ると思いきや、タワーレベル12。いいね。これ待って、もうさ、まずは、使わせる選手権しようぜ。使わせようか。じゃあこれどっちか使うっしょ。どっちか出すでしょ、ローリングとか。うわー、あ、でもまあまあ、おーいし、あぶねえ。これハイゴレ出していいの、これハイゴレ出して、そうだね、出していいの、吸います。クロマちゃんもういけるよ、俺いける。あ、いっちゃおうか、いっちゃおう、いっちゃおう、待て、せーの、ポン。これじゃあ俺右担当する、俺右担当する。じゃあいきます、せーの、ポン。はい、ワンチャンワンチャン、え、呼ばない、レジ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 レッツゴーレッツゴーレッツゴーレッ、あれ、いや、守れる、守れる、守れる、あれ、今なんか行きそうだったけどね。行きそうだったよね。ヤサメあった今。多分、ヤーメで全部消えた。ったよね、全部パンって消えた。でも可能性全然あったよね、今。もう一回回したらいけるんじゃない、これ守って。え、そうだよね、守っていけると思う。で、最悪ロケットあるし。確かに、バレルマンじゃん。俺もバレルロケットある。そうバレルマン出さん方がいいか。まだそうだね。ちょっと最後の使わせる、使わせる。そうだね、使わせようか。いや、これワンチャンマジであるな。全然あると思う。なにこれ、やば、最強で。これマジか。まさかここに来て、おー、いいね、いいロケット。いや、あー、全然良くないやん。いや、でもあれしゃあない。まあ、でも、おー、いい、このコウチャンネルやりゴブがいい働き。あれ、俺のだっけ。わかんない。やばい、これやばい、やばい、やばい。いや、こっから回りましたと。回りましたね、二人とも回りました。でも、陸向けがないです。やばい、あ、これまずいね。行くしかないか、じゃあもう。これ行くしかない、行くしかないね。で、これここで、アイゴレ、アイゴレあるから。やれ、やれ、いけいやいや、何言ってんですかと、うん、ひよこさんと、うん、ね、プロでも BO3 なのにこんな、きよこがね、チンパン2人が BO1 で喜んでどうしてるんですかと。しかも一発で決めきれてないから。確かにね、一発で決めてこそ。それは君見たいね、それ見たいでしょ。プロ、もう一回いきましょう、ポチン。やっぱ勝手に BO3 が始まりますから、うん、勝手に BO3、うん、BO3 以外話になんないでしょ。
わかんないですけど、わかんないですけど、よろしくお願いいたします。はい。ブイーン。おお。ブイーン。両手やろうとしたけどスマホ離せなかった。あ、はい、はい。ボウラー美味しくね。あ、これ出します。はいはいはい。謎のアイゴレ。回ってるか俺。すでじか。でここでワンチャン使わせましょう。なんか10秒デッキより回しやすいね、スケフリの方が。あ、でもワンチャンあるよね、スケフリの方が。おお、これもういっちゃう。一回ワンチャン、なんかで、ワンチャンちょっとエリクサ使ったタイミング、ワンチャンいける。はい、いける、いける。いきましょう、左いきます。ワンチャンにいきます。はいはいはい、まず入れ打ちます。はい、こいけ、こいこいこい、やれ、やっちまえ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 、リアクションだから。最強。これ。これは強い。いや、先輩何言ってんすかと。はい。甘いですよ、キヨコさん。キヨ5ですか。キヨ5ですよ。キヨ5ですか。そんな。だって、はい、世界大会か分かんない、なんかアジアの大会か分かんないけど、はい、BO5 ありましたから。確かそうですね。これ BO5 ですよ、これ。じゃあやりましょう。やりましょう。はい、これやばない。しかも。めっちゃ強い。何？一瞬で全部持ってったよ。だって全部持ってった。ヤーメとかザップ打っても打ってた。しかも目がないと思ってた。だよね、だよね、だよね。何これ、気持ちよすぎ。これでも持ってくっていう、この OP デッキ。OP デッキね。さあ息切れしてやん。めちゃ疲れた、めちゃめちゃ疲れた。めっちゃ息切れしてる。待ってね。うん、じゃあもう、あ、そうそう、もう分かってるもん、ね、分かってる。俺が防衛するの分かってるからスケルトムで。あー、ザップ使いましたね。もう使った？はいはい、ザップ使っちゃったらもうそれはもうあの胃の中の蛙ですよ。胃の中の蛙。全体使い方違うけど。俺まだ回ってこないな。全然回ってこん。これ打ちます。あ、オッケーです。ドア出ないか。回してます。あ、ゴール、これ。うわー、ないです、ないです、ないです。ないですね。じゃ一旦防…いや、一旦防衛っぽいことしてみる。でもファルチェが使ってくれたからさ、ありがたくない。確かに。うん、ファルチェングル打っとこうか。打ちます。オーリオテイ、なんやこれ。神、いや、読んでました。マジか、俺、もう、もう嘘っす。知ってるわ、知ってるわ。いや、マジかって言われたから。いや、違う、そのマジかは今のマジかじゃない。あ、違う、もう俺の話はスルー。そう、スルーしてた。あ、スルー。オーケー、ほら、もう早くしてよ、はい、早くしてよ。ごめんなさい。え、もう溜まってるから。あ、本当に早いな。じゃあ、相手がエリキサス使ったタイミングだよね、そこは。じゃあ、俺右ね。行きますか。やば、行きます。せーの、ポン。あー、かぶんなかったか。あー、かぶんなかったか。いや、お、あれ、いけ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 る、いける、いける。歩くな、歩くな、歩くな。やっちまえ。あー、やばい、やばい。これ、これはきついな、ちょっと。すげえ、うじゃうじゃくる。相手ゴーレムだから言うて、そんな速攻じゃない。でも、多分出したくね、出したくね。これちょっとスリークラウン狙いたいよね、なんか。俺は統計上だと、マジ。うわ、なんかいい防衛じゃん。いい防衛。あ、いた、やばい、エリクサーアドバンテージが。やばい。お、いい、いい、いいでしょ。いい、いける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 。こうやって、これ溜まるの待つか。これ溜まるの待てるで。で、これ出したら GG よ、相手。よし、よし、よし。俺フリーズ回ってるから。あ、回ってないのか。回した方がいいかもね。相手もそれ分かってると思うから。確かに。うわー、めちゃめちゃ後ろから出すな。超防衛ピープ。これ出したら終わりだよ、相手。お、使っちゃうの。行くか。行け、行こう。左フリーズ打ちます。ワンチャンで、ここワンチャン。バレルなく、バレル、バレルなく、バレル出すっていう。いけいけいけ、サクサク。ロケット圏内ワンチャン。ワンチャン、ワンチャン。ロケット圏内、ワンチャン、ワンチャン。あー、ロケット圏内。いや、まだ入る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 。え、ロケット行く、ロケット行く。いや、待って、エリクサーないわ。やばい、やばい、やばい。いや、近づいてくる相手が。やばい、やばい、待って。俺ロケット撃てるよ、俺。俺は撃てない、俺は撃てない。待って待って待ってくれ。いや、でも惜しかったよ。いや、惜しかったな。めっちゃ惜しかった。うわ、相手めっちゃ拍手してる。これも BO5 でしょ。拍手です、拍手。これ拍手、お互い拍手、お互い拍手。強かった。一回これ再戦だね。再戦、これ一回再戦だね。いや、でもこれ楽しくね。楽しい、ヒヤヒヤする。ヒヤヒヤする。ワンチャン持ってくるからさ、全然。そう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 、そこが強い。で、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 ピロン。さあ、よろしくお願いします。お願いします。まさかね、キングタワーにフリーズつけなんて考えないから。うん、そう、
相手結構あれですね、なんか出してくる系、出してくる系ピーポーガンガン手で回しよう、全然スクラム回ってこない。おローリングウッド使ったけど、うーん、ローリングウッド、まあ、次も俺回ってこないもん。あー、一旦防衛しよう。これ美味しいね、これ美味しいね、これ結構相手ここ鬼コカツじゃない。あれ待って、これいけるで、いける、おスケラフリーズ次回ってくるから俺ね、次スケラが回ってくるね。あ、めっちゃなんか削ってね、タワー謎に。あ、危ね、でもキングタワー起動しちゃうと良くなかったね。そうかそうかそうか、うん、待って、これでな、俺も、ま、回った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 、よいしょ、はい、レッツゴーレッツゴーレッツゴー、俺右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 、ほい、レイチワンチャーテンだったら、私いけ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 、はい、よいしょよいしょ、いやー、そんなイエーイっていうテンションじゃなかった。いや俺びっくりしちゃった。俺ほんとザーって言ったよ。でもめっちゃ暴れようっていう、あー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 なんでちょっと急に来たから、なんで何何何って、そういうテンション、ここ柔道技かけて、あ、俺が最強っていう流れだったし、今柔道技は怖い。いや俺ちゃんとここ振ってるからさ、知ってる、そう毎回ね、スッてやつ、そうそう、首が何、怖いじゃん、やっぱ柔道技かけられるって思うなんか心臓に悪いからで、切れてないと思うけど BO5 なんで、いや終わったでしょ、え3勝1敗、頭いい。あなた頭いい。はい。でですね、はい、これが、まあ言ったら、まあちょっとディガーとかが入ってると思うんですけど、本当の10秒デッキを。はい。ただちょっと、鬼枯渇気味の、10秒デッキをちょっと組んでみました。あ、じゃあ俺ディガー入れない方がいい。アイボリの方がいい。あ、でも、ディガーの方が強いか。でもディガーはさ、結構さ、シビアじゃね。そうだね。協力バトルの場合は。じゃあなんかウッド使わせたいから、はい、俺じゃあギャング入れるわ。確かに。じゃあ俺もう、やりごび入れちゃおうかな。確かに。やりごぶ、確かに。ザブトと使わせて。ポイズン使わせたいから、俺、ガゴムリいる。あ、それめっちゃ。ガゴムリ単体だし。あり。ありだよね。よし。ちょっと、超変則的ですけど、これ通用するのかっていうのをね、やりたいと思います。うん、結構、スケフリの方が、ちょっと、やりやすさは、うん、高いかもしれない。勝率は高いね。うん。ぼっちん！いきましょう。だってウッド使ってくれないともうほんと入んないから。そうほんとにウッドで全部ゴローンってポイズンとかされた日にはもうオツでゾーハーですよね。まずバレル出しちゃっていいよね。あ、いいんじゃない。なるほどね、なるほどね。とまず一回出しちゃう。ウッド使わせる線。おお、あ、美味しい、美味しい、美味しい、おお、出しますね。さあ普通になんか戦えてるっていう謎のアイウィズちゃん。ほう、俺完璧って言うとそうだった。相手全然何も使ってこない。確かに、まあ、じゃあない説、それないバレル使っちゃってるんで、ね、ないけど、でもウィズとか使ってくれて結構美味しい。ちょっと、あ、美味しい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 、いただきます。 ありがとうございます。でもね、俺ね、これ次ちょっと回したいんだよね、これ。いや、じゃあちょっと回しろけって回しろけっていいですか。ここで、はい、相手は、あ、こいつら調子乗ったなとめちゃめちゃ出してくるから、多分。確かに。全然コンは。なんで全然コン。調子乗った説あるから。で、ちょっと貯めといて。俺も次も行きたいから。うわ、おビズ美味しくね。これ美味しくね。12コス使った、12コス。これで、俺次で回るんで。これでいきますか。使え、なんか使え、なんか使え。行きますか。使うのか。行きますかと。行こう。どれ、レイジ打つよ。はい。いけ、あれ、レイジュー出なかった。あれ何してんの、何してんの、あれちょっと、ちょっと今のワンチャンあった。待って、これマジで、全然俺マジで、あ、お前マジで、レイジュー打ったつもりがなんか、うん、何した俺。いや、スケルトン部隊出した。俺の人では、あ、いや、変なとこにスケルトン部出てたから、多分レイジュー間違えちゃって散らばってカスやんけ。こうワンチャンあったでしょこれ。全然あったけど、ワンチャンあったね。まあしゃあない。まあカードミスだって BO3 なんだこれ。確かに BO3、 これ BO3。 まあでもカードミスはね、ここから巻き返せばいいんでしょ。そうそう、こういうことです。大変失礼だって。俺もなんかあれ、なんか真ん中に広がってたよね。じゃあ俺レイジ出すわっつってスケルトンみたいに出たからなんか俺レイジ打ったはずなのに、大悟さんにまだレイジがあって、うん、今のあいつってなんこれ使わせます、これ、はい、あ、オッケー、そうなります。あ、ギャング、あ、これ使ってくんない。結構相手細かくない、なんか言うて細かい。
細かい系ピーポー。さあ使ってください、ポイズン。どうぞ。俺も揃ってるんだよな。俺もね揃ってる。ワンチャン？いやちょっと早い。ザップ。いやいける？ワンチャンいける？行こう。じゃ十なんか展開した展開したタイミング。さっきの二の前があるから。ホグとかね。これちょっともう出せないよね。これでスパーキーの前になんか来たら相手落ちたと思ってるから。確かにそこでぶっぱするよね多分ね。来い来い。なんいけ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 。レッツゴーレッツゴー。ちょ遅ない？あら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 ちょっと遅れたけど、痛い。もう汗だくね、暴れすぎてマジで。来たねこれ。よかった。めっちゃ綺麗に決まったよ。めちゃ気持ちいい。だって相手迫撃砲とか置いちゃって、うん、だ相手本当に落ちたなこいつらって思ってくれたの。いきなりガーって。美容スリーなんで。美容スリーなんで。嘘でしょ。美容スリーなんで。嘘でしょ。でこれで次勝ったらもう勝ち。確かに10秒で決勝利。負けたらもう負け。それは負け。もう負けですね。完全に負け。たまたま感若干あるからね。そうそう。ボーンピットって夏いな。ボーンピットボーンピットって今こんなんだね。あんま聞かないよ。ちょっと汗だくすぎる。ねえ、これこれこれがこれこれこれがめっちゃ強力。ゴリゴリだよこれ。まあ一回ね。ありがとう。使わせます使わせます。ここではい使ってください。オッケー、オッケー。最強よ。最強パーティー。まだ手札揃わないな。そうだね。あえて何？ボンバーがちょっと嫌だけどね。匂い嫌な匂いするよね。確かに嫌らしいで結構。どうしようこれ。まあ一旦俺次ガゴムレだけ裂けばワンチャンあるから。あーなるほどね。ガゴムレでポイズン。これロケット打つわ。いいね。手札回し。はい、いいよ。いいよ。いいよ。で、ちょガゴムレ使わせます。ガゴムレで、はいポイズン。あえてもう削れてる方に。使ってください。使ってくださいどうぞ。あ、美味しい。ポイズンポイズン。撃て。なんもない。あ、やさめ。でかい。でかいでかい。じゃあ次展開したら行こう。オッケー。じゃあ構えておきます。俺黒行くわ。はい、行こう行こう行こう。行こう。かなりいいタイミング。オッケー決まる。いけ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 。あ、もうオッケー。ボンブーが、ボンブーが強い。ボンブー、ボンブーいや、ワンチャン守れる。いやーめっちゃワンチャン守れる。いやーきついかー。もうエキサいやーつながない。いやー10秒デッキ敗北。逆に10秒デッキで10秒ぐらいにやられた。10秒ぐらいでやられたね。ペッカ10秒デッキ、うん。いやまあしゃあないよ。よかったよ。でもいい戦いはできたよね。ナイスファイト。ナイスファイト。スケルトンラッシュの方が使いやすかったかもしれない。あ、確かにそれはあったね。やりやすさでは。やりやすさで言うと高いかもしれない。うん、ただそのやっぱこう個人で戦うとディガーロケットとかでさらに削り上げた方が強いみたいなのはあったりするかもしれません。はい、ということで今日出ていただきました高チャンネルのチャンネルリンク、はい、動画の説明欄にあります、ね。ありがとうございます。まだ見てない方ぜひとも登録して動画見てみてください。チャンネル登録はこちらをポチ。そしておすすめ動画ありますんでまだ見てない方はぜひとも見てみてください。負けたらアカウント削除動画の再生リストもございます。ということでご視聴ありがとうございました。